仕事上がちょっとあれなのであれなのでちょっとここにインナーカラー入れようかなって、ここにちょっと明るめのブリーチを入れて、カラーをのっけようかなと思いますので、ワンプロでいけないかな。ワンプロセスちょっと難しいですね。ブリーチ結構幅広いので、エドルっていうカラー剤ルベルのエドルを使っていきたいと思います。はい、表面はですね、はい、表面はそれでやってブリーチで、最初まずベースのブリーチと表面のカラーをちょっと一緒にやって、カットは後かな。でエドルのアッシュの Q は後で使うか。エドルの、ルベルの GR の Q グレージュの Q ってやつを単体で上を塗って、で根元の新専門のところは、残液に対して A の Q のアッシュ Q をちょっとプラスして、ちょっとここ沈ませようかなと思ってるんで、基本的にはグレージュの Q で表面塗って、中は、ブリーチで、ブリーチはアディクシーのハイブリーチと、過炭酸ナトリウムを 5% 配合してます。前回のバレアージュのブロッキングみたいにちょっとでもさ、ここブリーチいったらマジやばいでしょ。じゃあちょっとそこ避けるわ、さすがに仕事上。はいということで顔まで避けます。なんぼなんでもやばいよ。結構やばいの。いや、やばいでしょ多分そこ。でも縛るよ。いや縛るけど、だって見える。見える、めっちゃ絶対見える、うん、責任感じる分かった。そこはそれはやべえ、やべえやつはげたないストレスかな。ハゲてない。ハゲてない。なんでやばい。少なかった。若干はつら。まあ根元出てきた時ね、目立っちゃうとちょっと上だから、ちょっと開けるかな。今ベースがこれくらい抜けてるので、はい、この状態にはいこんな感じで塗っていきます。はい、で今の段階でちょっと思ったことが。はい、こんな感じでちょっと毛先をバラバラにしていきますね。ちょっと光の加減で分かりづらいよね。なんとなく分かる。全然入ってはいいけど、ちょっと暗く見えるからね。こうやるとちょっと違うかな。